まど、はいっす、お世話になります。何を開けるんですか？検品ですか？ガオーガオーってなってるでしょ。まさか、はい、あれ来たんですか？どっからこれ来てますか？はい、おたほうが、どうもどうも、大林モータースと申しますっていうところから送ってきてくれてるんですけれども、うん、はい、ということで大変長らくお待たせいたしました。やっとこさ、はるばる、ドイツ？ドイツやったっけ？ドイツなの？はい、やってきました。マグゾーストワンツーで、一応ハイスピーカー、ハイスピーカーですね。あれ、なんかパッケージ変わっ、そうですね、なんかちょっとパッケージ変わっとるみたいですね、うん、はい、が入ってきたので、まあ今からちょっとはい、ご案内する前に、はい、まあ、開けて検品してね、うん、まあ問題ないかとかっていうチェックをちょっとねしとこうかなと思いまして、はい、まあ今からちょっと開けていこうかなと思うんですけれども、いや長かったね、こいつが来るんも、ほんまに半年もっと、いや半年じゃ効かんのじゃないですか。最初のガモちゃんが言ってくれとった時からで言ったら多分もう、どんぐらい、ロードスターさんが先やったんじゃない？ロードスターさんが先やったから、まあ、うん、どっちが先やったか忘れたけど、半年じゃ多分効かんと思うよ、うん、なあ、だってほら、マグゾースつけるぜ動画の後にロードスターさんのオラもつけたいだって言って、そう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 です、そうです。がしかしバット、ね、ロードスターさんの方には定期的にご連絡をいただいて、はい、まだすかまだすかっつって言われて、はい、まだですっていうのをまあ何回も返していくっていうスタイルだったんですが、本物はしょうがないけどね、うん、だけどまあもうな、もうちょっとこう来てほしいよな、せめてね、注文して1ヶ月2ヶ月では来てほしいな、まあほんまはな、うん、まあしゃあないけどな。ということでまあ今から1個ずつ開けて検品を、困っていつもこうやってしてるんですけど、まあハイスピーカーとかね、はい、はい、この間やっとうちのも取り付けました、うん、まあ、ハイスピーカーさんがちゃんと入ってることを確認、 OK です。あ、ほんでこれがメインのね、はい、マグゾーストシステムさんですね、はい、でこちらの方も、はい、うん、なんかこういう楽器やるの知ってる？あのね、なんか南米の方の、そう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 と、まあ、あとは取り付けのね、うん、この辺のステーだったりだとか、あとはこの出す時の、はいはい、穴開ける時のね、はい、やつ、これでもすごい知ってます？これ、ここ見たら見えるかな、書いてるな、見えんか、メルセイデスって書いてる、そうな、メルセイデスベンツのなんか部品なんですよ、これ、そうなんや、はい、で、あとはまあこの辺ね、雑多にまとまったケーブル、ケーブル類と、あとは通信用のこの辺のモジュール、モジュールとかも全部、はい、しっかりと入っていることを確認をいたしました。まあ、でもやっとちょっと供給がなんとなく落ち着いてきた感じはしますね。そうなの、ね、うん、ナビとかあんなのも来るようになってきた、ナビとかもだいぶちょっと落ち着いてきて、まあちょっと品物によってっていうところはあるんやけど、まあそれでもだいぶ入ってくるようにはなったかな。そうなんですか、個人的には。へえ、はい、なんで次多分また来るのが、うん、やっとディスプレイオーディオ、あー、はい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 、覚えとる？自分頼んどった、頼んだっけNSX のオーディオがどうたらこうたら言いよった時に、ディスプレイオーディオがまた手頃な値段で手に入るようになったらって言ったやろ、うん、で先週ぐらいに、うん、俺が設定しとった金額以下になったけ、うん、それで購入の手はずになっとったよ、何台か。マジで？うん、そう、多分そのうちの一つは多分そうちゃう、100% 忘れとった、はい、だってあれ言い出したん去年の、夏、夏ぐらい、夏は乗ってないけん、ゴールデンウィークぐらいやろ、そうや、ゴールデン、外したんや、そうそうそう、ゴールデンウィークぐらいの時にそうそうそう、バラして、修理業者さんに送ったら、そうそうそう、無理でございますって言われて、もうチーンってなって、うん、どうするこうするで、もう自分で配線引っ張ってスピーカー変えて、どったらこうたらって言ったな、そういう言ったやろ、言った、でなんかその時でもうええかって言って、ドアモールとかもまだ置いたまんます、覚えてます？覚えてない、まあ覚えてないでしょうね、覚えてないっす、はい、まあそうだと思います、はい、はいはい、まあ、ということで、まあ、いろんな部品がそうやって入るようにはなってきてるんですがですよ、
ただね、入ってこないものは入ってこないんです。まあそうでしょうね。うん、例えばね、うん、いやバイク、ああバイク来んやろ、バイク来んって呼んで、なあのホーネットが欲しいでござる少年がおったやん。おうよったやろ、うん、ホーネット欲しいでござる少年を一応な、うん、俺はこの間説明をした、うん、おいお前と君が今から買おうとしているのはバイクではないと、少年よと、うん、それはもうあのなんだあの絵画を買うんと一緒じゃと、わかるかと、うん、そのもうあの絵の価値云々とか言う前に、うん、もうすでにそのなんだあのプレミアがついた価格になっとるんだよと、でそこまでして君はそのバイクに乗りたいのかねっていう話をね、うん、今後と面倒い話をしたんですよ。めんどくせえやつだな。なあせっかく、まあ、あの金出して買うぜって言ってくれたら、そう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 、少年の夢をあのそこでもうゴイ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 ってやって、でそこで強制された少年は、はい、僕レブルが欲しいですってなった。あほらもう牙を抜かれた。全然違うバイクやん。いやでも逆に言うとそれぐらい触れるんよ、わかる、だけど最初バイクって大体そんなもんや、定まってないから、そう定まってない中での選択肢が見えた、選択肢の中でそれ選んどっただけやけん、なら結局そっからレブルになったんやけど、じゃあ次そのレブルになりました、じゃあレブルを買いましょうってなっても買えんのよ。そんなに来んのバイク。いやだって前も言ったけど、そもそもじゃあレブルが欲しいですってなった時に、月に1回の1週間もないか5日間か1週間ぐらいあるのかな、まあの期間だけ先行オーダー受注期間っていうのがあるわけよ。はあ、それ先行オーダーやけど、先行オーダー、だから例えば8月納車とか9月納車分の先行オーダーを受け付けますみたいな。マジで。そうで、それもな、それもね、オーダー予約なんやって。え、どういうことってなるやん、ほんだら例えばレブルの250が欲しいでござると、はい、じゃあ僕んところでこの色とかで1台って先行オーダー入れるやん、だから絶対通るわけじゃなくて、それでオーダー期間が終了した後に集計をされて、でオーダー回答っていうのがあって、でそこでお前んとこの店に1台やるかどうかの結果を教えてやるみたいな感じで、すごない？極まっとるな。で一応今レブルもうすでに1台な、去年ぐらいから話をもらっとるこのやつがあるんや、ほんでそれのオーダーができるようになったんが先々月ぐらいからなんやけど、4月かな、まあ外れとるよことごとく。へえ。そうで、もう今また上海がロックダウンしたやろ。おお、もう最悪やな。ほんでそしたらもうそれでまたあの先行オーダー受注が止まって、はあみたいな。そうなんです。どうなったんですか世の中は。そうだからあれよ、今レブルの250なんか買おうと思って、ちょっとこましぎなあの例えば2、300キロぐらい走っとる、まあ新車じゃあな、新古車みたいなな、そんなんが例えば出てくるやんか、まあ新車プラス10万円以上やな。はあみたいな。まあでも乗りたきゃしゃあないってやつな。そうなんよ。だからな、もうなんかこうちょっと心苦しい。そんな方にレンタルバイクはあるんじゃないですか。いやまあそうなんやけど、やっぱ最初のバイクってやっぱ欲しいんよね。まあわかる気持ちはな。わかる。そうだけ、一応言うたんね、お前かまんのかと、相場よりも、相場というか新車買うよりもプラ10万ぐらいがいるぞと、それでもいいかと言っても、あ僕は欲しいですって言うけ、まあじゃあしょうがねえかっていうね。だからこう、まあ、本当にね、まあ、早く供給が安定するようになっていただいて、まあ、本当にこうそういうね、まあ、その少年もまだ二十歳ちょっとですよ、まあ、そういう少年がね、こう、まあ、少年っていうにはあれかもうやけど、もうそういう人たちに、まあ、早くそういうバイクがねこう当たるような世の中になってほしいなと、ね、普通の値段で買わせてあげたいよね。そうなんやって、まあ、別にそのなんか割引とかそんなのなくてもええとは思うんやけど、そのまあ普通の値段でその買わせてあげるようにせんとやっぱね持たんけん。そうやし、そのやっぱ定価プラスアルファってちょっと悲しいね。悲しいよな。まあしゃあないっちゃしゃあないんやけどな。だけど今そんな状態にはなっておりますので早くね、まあこの辺も含めてですが、まあ部品から始まり、その本体から始まりね。よし、じゃあもうマグゾーストもめっちゃ手に入らんから、プレミア確保プレーニングにしよう。プレーニングする、
どうすんそんなこと言いながら今は在庫が100個ぐらいあるんですってなったら、あそっか、船便で入ってきとったらもうそんぐらいの可能性ありやけど、そうやな、そんなな、何千個もポンと売れそうなもんじゃないからな。そう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 。まあなんでね、あ、まあできるだけね、まあバイクもそうですが用品も含めてね、うん、まあなんか欲しいなと思う人がいらっしゃいましたら早めにね、はい、まあ、行動されるのをおすすめをいたしますので、はい、皆さんそんな動画でございました。はい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまた、バーイ。はい、本日のおすすめはこちらの SOD1 の方にあります。まあ、あのうちのチャンネルのを見ていただいている方だったら皆さんご存知だとは思いますが、あらゆるオイルに使える万能添加剤でございます。添加剤といっても何かこう一つの能力を足すというよりかはオイルの基本的な能力を引き上げる、ワンランク上のオイルを入れたような感覚になるようなスーパー添加剤でございます。でまあですね、それにプラスしてこちらの SOD1 フューエルの方もございます。こちらを入れることによってさらに燃料の方からもあなたのエンジンを保護します。ぜひおすすめの添加剤ですのでお使いください。よろしくお願いします。